大阪市立中津小学校は、大阪府大阪市北区中津にある公立小学校。明治時代初期に、当時の西成郡青少路村に設置された西成郡第3区第5番聖工事小学校と、当時の西成郡公立寺村に設置された西成郡第3区第7番公立寺小学校を、起源としている。1904年に、現在の阪急中津駅前、 大阪市立北スポーツセンター付近に移転し、西成郡中津神城高等小学校と称した。地域の児童数増加に伴い、1916年には、西成郡中津第二神城小学校を分離し、これに伴い、西成郡中津第一神城高等小学校へと改称した。また、1912年には、当時の中津町のうち新淀川改作によって、 北岸に隔てられた地域に低学年を対象とした聖光寺文教場を設置した。聖光寺文教場は1923年に中津第二校の文教場へと移管されている。中津南小学校は太平洋戦争の戦災に伴う校舎、校区被害により終戦直後に一時再統合したが、地域の復興により1954年に再分離している。 1987年には現在地に新築移転した。地域の児童数の減少により2010年には大阪市立中津南小学校を統合し、従来の中津南小学校校区の大部分を校区に編入した。ありがとうございます。